よし、今日は今朝は寒かった、もりもり頑張ります、もりもり頑張ります。はい、格屋根ですね。今日は風が超冷たいですね。もりもり頑張ります。収穫します。カブラムシ、こっちにもいましたね。もうこれ南側の MX 区の中間、ああそこの辺まで、この辺まで見たんですよね、多分ここにもいたんだ。早くあのカメノコエス来ないかな。フィニッシュですね。あれだいぶ増えたかな。これ6コンテナ目が半分ですね。昨日曇りで水くれてないんですけど増えましたね。今日は12ですね。減っちゃいました。急ぎます。時間がありません。皆様の愛に包まれ、早2年。そうなんですよね。もう2年だ。14日、15日、もう過ぎてましたね。丸2年。もう3年目に突入ですね。長かった。非常に長かった気がしますね。まあ、2号動画始まったのは去年、一昨年か、いや1年半ぐらいしか経ってないですけど、うん、長かった。いやー、そうですね。そして丸2年目にして広告収入がなくなるという、すごい風ですね。いよいよ20日から広告が貼られなくなりますんで、頑張って宣伝動画作ったけど1000には及びませんでしたね。がっかりですね。やっぱり広告収入入らないとなると、そりゃちょっとモチベーション下がっちゃいますね、うん、なんとかやっぱり毎月毎月上がっていくのが、金額が上がっていくのが楽しみだったのがゼロになりますんで、まあでもほっときゃあと2、3ヶ月後には1000超えそうな気はするんですけど、
まあ何かきっかけでバーンとなんか上がればいいんですが、まあそんなところで、はい、今後ともご視聴よろしくお願いいたします。ドロップスセカン、今捨て水中ですんで、今日は水くれて、またやっぱり箱詰めですね。箱買って、そうだ、買わないといけないですね。はい、レギュラー段ボール5キロ買ってですね、詰めたいと思います。はい、相変わらずコメント、それから竹パウダーの件、はい、進捗しておりませんが、早急に確認してお回答したいと思いますので、はい、皆さんも頑張ってまいりましょう。最初はピヨピヨじゃんけんグー。ワンダフルミネラル1 60とシートは箱買いですね。1000。面白いもの見せてあげるよ、ピヨさん。ほらキュウリだよ。お前またお前あれか、生もポッケに入れあって気持ち悪いな。ぬくいんだよこれ、このキュウリを。あ、でもうめえなこれな、まともなやつだな。はい、格安ですね。まずは背負いにですね、昨日の薬剤を10リッターぐらい突っ込みたいと思います。はいはい、このキュウリが目印。この上アブラムシたかってますね。取れてますか。はい、この周辺葉っぱ裏眺めてぶっかけていきたいと思います。はい、1箇所あそこキュウリのところ、2箇所3箇所やっぱ下の方にいましたね。上の方ちょっと見つけられなかったんですけど、多分上の方にまた残ってて増殖していくんでしょうね。だから天敵頼んで正解ですね。朝の6時から12時59分までか、ここ解度が 30% になってるんですけど、これをちょっと変更しますね。25にして様子見ます。ピヨさん誠にお疲れ様でした。ピヨ飯準備させていただきましたんで、どうぞ。亀の飯美味しいですよ。どうぞ亀の飯。おお、お疲れだったな。俺らぼーっとしてたけどな。うん、ちょっと今日風が強かったぞ、シャッター。だから、塀の方にピタってくっついて風を避けてたんだけどよ。まあ、俺はな、俺様羽が生えてるから大丈夫なんだけどよ。顔が冷てえぐれかな。うん。今日ほんと風が冷たい。今も冷たいね。やばい。うん、これは。じゃあ、皆さん、なんか面白いこと言って。俺にそういうこと言わせるか。面白いことな。そうだな。あ、お前あれだな、今日の昼親子丼食ったろ。ん、うん、まあそうだね。親子丼っていうのはあれだろ、親の肉と、うん、産んだ卵ってことだろ。卵閉じてんだろ。お、なんだ。はい、毎度おなじみのピヨさんですよ。おお、皆さん、今日は、下に何かあるぞ。あ、シャッター、なんか下に、
今日はお疲れ様でしたね。また明日も帰ってきましょうね。明日も見てくれるかな。じゃ、また。